もう知ってるもん、もういいよ、だから。でも、なんか亡くなったら、なんかちょっと皆さん、悲しいかな。高俊さんにはやらないって約束して、本当に。それ、ちょっと言ってあげて。はい、わかりました。ね、約束して、そして俺言うんですよ、それは。うん、マネージャー入ってきてちょっとやっとね、マネージャーさんに助けられたよ、秋山。すいませんでした。キャラ崩壊も近いか。落ち込んでしまった桃地。最後に高俊の楽屋が待っているが、桃地はキャラを守って元気いっぱいの挨拶をするのか。こんにちは、もうやだ、やっちゃダメって。その、はい、もう一度それやった入って、何それってな。状況説明してるね。じゃあ高俊さん、ちょっとどうするかね。うん、でも約束しちゃったから。かわいい。でもはやんないで、本番これ持ってちゃダメですかね。何だよ、意味が分かる。もうちょっと言ったらこれじゃないけど、ここまでやったから、すごい回復力、やりたい。来た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 、あれ来た。ちょっとへこんでますけど、持ってるぞ。でも右手に持ってるぞ、ももちボード。あ、でも迷ってんな。うわ、どうすんだろう。失礼します、ご挨拶よろしいでしょうか。はい、はい、これやばくない？わ、来た。おはようございます。あ、本日はよろしくお願いします。おもちです。やった。なんと、何のためらいもなし。木村さん、今日はよろしくにゃんって言われて、えそれで、なんか開かれたんですよ。ももちよろしくやろ、はい、今日も可愛くて許してにゃんって言われて、絶対許さない。俺が代表して、黒い噂になってますけど、皆さんそうですよ。桃田さんもタクヤ、これはね、芸能界全員そう思ってるから。タクヤが代表してもう切れた方がいいよ。そっちか、来た。ももちさんです。とりあえず落ち着いてください。はい、あ、じゃあ失礼します。よいしょ。木村さん、木村さん目を合わせません。木村さん、お久しぶりです。ももちです。じゃーん。みんなのアイドル、ももちです。みんなのアイドル、タクチです。タクチは頭持ち。イエーイ。